中山競馬場最終12レースクリスマスカップ3歳以上2勝クラスの芝 1600m 戦14頭の競争です。さあ全レースが終わると楽しいクリスマスが待っています。14頭の枠入り、最後に14番のミモザイエローゲートに収まりまして14頭揃いました。スタートしました。まず好スタート2番のアルマはポンと飛び出しました。追って5番のアンクロは2番手に続いて、内からは3番のフィールシンパシーがかわして2番手に上がります。12番のスターズプレミア4番手、緩いカーブをこれから回ります。内に6番のベストクイーン、そして間からは西のスーベニアが続いて緩いカーブを回っていきました。2馬身後方にマイネルダグラス、内9番のオータムレッド、緩いカーブを回ってこれから向こう上面に出ていきます。あとは4番のコスモルーテウス、あるいは10番のティーガーデン、中段のこれから前に行こうとしています。向こう上面に入ってその後ろの集団から差を詰めるコスモルーテウスの後ろですが、2馬身離れて後方にミモザイエロー、あるいは内から徐々に差を詰めようというディープリッジ、残り800を切りました。後方に待機する1番のトーセンメラニー、さらに外には13番のオメガロマンスがいます。残り600を切って4コーナーのカーブに向かっていきます。ペースを引っ張る2番のアルマは半馬身のリードがっちりマークする形、3番のフィールシンパシー2番手、3番手外からアンクロワが差を詰めて、さらに大外からはマイネルダグラス、真ん中から西のスーベニア、内からはベストクイーンも差を詰めてきています。さあ直線に向かって、直線に入ってアルマは先頭をキープ、残り200を切って2番手からフィールシンパシーが並びかける、かわせるかどうか、この2頭の競り合いになりました。3番手9番の7番の西のスーベニアが上がって2番手に並んでくる、3番フィールシンパシーゴール、2着2番のアルマは粘りました。追い上げた7番の西のスーベニア3着、時計は1分35秒に3番のフィールシンパシー2番手追走から直線楽に抜けれました。時計は1分35秒に逃げて粘った2番のアルババ2着、内の狭いところから追い上げてきた7番の西のスーベニア3着、あとは5番アンクロは10番のティーガーデンが続いていました。勝ち時計1分35秒に上がり、ゴールまでの 800m 46秒9、 600m は34秒8でした。鮮やかに最後は1馬身近く差をつけて3番フィールシンパシー1着でゴールを駆け抜けています。粘った2番のアルマは2着、追い上げた7番の西のスーベニア3着、5着まで数字が表示されました。4着のところに5番のアンクロは、5着10番のティーガーデンの順です。勝ち馬の確定と払い戻しの発表までお手持ちの勝ち馬投票券はお捨てになりませんようにご注意ください。